しかしながら近隣市町では当日に施設が空いてれば当日利用申請し利用ができます。1番無所属小松かすみです。藤本新市長の市政また定例会デビューに同年齢の新人議員として、一般質問デビューさせていただきますこと大変光栄に思っております。市長のスローガン対話に、よるからの前進、とても素晴らしいスローガンだと思います。ぜひ偏りなく秋田方市の未来のため市民のためになるよう是々非々の態度で先ほどからもちょっと言われてたんですけども市政運営に取り組んでいただけると期待しております。はい、通告に基づき大枠2点についてお伺いします。まず1点目、文化センター利用についてです。市民の方から空いとるのに当日利用させてくれんかの、わしらに使わせんように しおるんかの、そんなような声を聞きました。また私も一市民として急なミーティングが当日利用できないだという不便さを感じたことから市民目線で一般質問に取り上げさせていただきました。市内6町にある文化センターの利用申し込みについて秋田方市文化センター設置及び管理条例施行規則によると使用許可申請書の受付期間は使用の最初の日の3ヶ月前から当該日の3日までとなっております。8月中旬に10月より前日までの申し込みがで利用できるように規則を改定する予定があるとお聞きいたしました。市民の使い勝手が良くなること、また、公共施設の稼働率を上げるという点においても評価できると思いました。しかしながら近隣市町では当日に施設が空いてれば当日利用申請し利用ができます。当市においても同じことが可能ではないかと考えます。そこでお聞きします。部屋が空いているのであれば当日使用許可申請で利用はできないのでしょうか。市内文化センター6館の使用許可申請の受付についてのご質問と捉えます。ホール以外の空き施設については議員の方からも先ほどありましたが8月の教育委員会会議におきまして規則改正を行い当日の使用許可申請で利用可能としたところでございます。これまでの規則はクリスタルアージョが完成しました2007年平成19年に整理したものでございます。当時県内すべての文化施設の平均的な日数を参考にして決定したというふうに聞いております。しかしその条例を定めた日から20年近くが経過しておりまし、今日、田島町の状況も議員からありましたように随分変わってきております。特に近年、指定管理に出す自治体が増えてきておりまして、当然まあ指定管理に出しますと業者は利益を上げるということが大きな課題になってきますので、先ほどからご指摘にありますように当日の申し込みでも空いておれば可能とした自治体が増えてきているというような現状にございます。本市はまだ指定管理ではなく直営としておりますが、市民の皆さん議員からもございましたがそういった要望を踏まえて結論的には先ほど申しましたように10月から当日でも空いておれば利用可としたところでございます。では当日の利用申請で使用が可能になるということで、教育委員会現場の職員さん頑張っていただいたということでの改定だと思います。で、文化センターは現在オンラインで予約、空き状況とか予約ができるようになっております。私も登録させていただきました。そちらも当日申請許可は可能になるのでしょうか。現状のその予約システムにおきましては
現在当日の申請はできません。ただそのシステム提供元の、公共施設予約サービスという事業体の方に今、当日受付で可能になるかどうか問い合わせをしている状態でございます。ただ、このシステムがですね、現在のシステム上、予約を仮にされた場合に、こちらの市役所側の方にお知らせするといったような機能がございませんので、例えば5時終了間際ぐらいに申請をされて、で、職員がそれを見逃して、例えば帰ってしまったりとか、一体のことも考えられますので、ちょっと現時点ではその回収がうまくいくかどうかという点と、先ほどのような懸念がございますので、当日窓口に来ていただければ利用は可能なんですが、現時点ではシステムでは対応できていないという状況です。以上です。はい、ではあの窓口のみで当日利用申請で可能になるということで、問い合わせをいただいているということで、県のシステムなのでなかなかこうすぐに変えて難しいと思うんですが、今やスマホを皆さんが持っている状態ですので、オンラインで空き状況予約ができる、そういったサービスの向上につながるといいと思っております。それでは10月の改定はどのような形で市民の方に周知をされるのかをお聞きします。すでに、9月の5日付であったと思うんですが、ホームページの方で周知をしております。あと窓口に来られた方に直接案内をするといった形で対応したいというふうに考えております。以上です。私もインターネット上で早々と赤字で10月からの改定が告知されてるのを見まして、早めに周知をされてるんだなというふうに思ってはいるんですが、皆さん秋田方市の広報であるとか、公式 LINE であるとか、特にオンライン予約なので LINE で、見るとかですね、そういった、広報の形もあると思うんですけども、その辺のお考えはありますでしょうか。はい、ご指摘の通り、LINE 等でも現在できておらないんですが、周知をして、広く皆さんの方に認識していただけるように、したいと思います。以上です。先ほど LINE をということですが、秋田方市の広報も含めてということでよろしかったでしょうか。はい、広報ちょっと最新号にはちょっと載せることはできないんですけど、編集の都合上、次のですね、広報発行が可能な時点で、対応したいというふうに考えます。以上です。はい、じゃあ皆さんに周知がされるということで、大変いい、改定になるんじゃないかと思います。市民の、利便性と、稼働率の向上につながることを期待しております。一番の質問で当日の利用申請が可能になる改定が行われるということを聞きましたので、通告の2番目と3番目の質問は取り下げます。